神戸市立名田図書館は、日本の兵庫県神戸市が名田区に設置している神戸市立図書館の地域拠点館である。2016年度実績では、蔵書数が98,913冊で、市内11館中第7位、来館者数は421,935人で、第6位、貸出者数は712,315冊で、第5位となっている。 貸し出し条件等は、神戸市立図書館貸し出しを参照のこと。全市として1945年12月25日に、開館した神戸市立図書館など出張所が認められるが、この出張所は1955年10月1日に廃止された。その後、かつて、関西学院のブランチメモリアルチャペルとして使用され、神戸市が買い上げた王子公園の西洋館を転用し、 名田出張所の廃止から12年ぶりとなる1967年10月17日に、神戸市立図書館王子文館が開館した。1972年、市立図書館の組織改編により、文館から名田区の拠点図書館と位置づけられ、神戸市立王子図書館に改称する。1989年まで王子図書館として使用された。 ブランチメモリアルチャペル1989年4月28日、JR 六甲道駅前に開業した、フォレスタ六甲を2階へ移転し、神戸市立名田図書館へ改称。ブランチメモリアルチャペルは、図書館の移転後に、王子市民ギャラリーとして使用されたが、2006年には、神戸文学館となっている。フォレスタ六甲の名田図書館敷地は、 元神戸市会議長の成瀬沙太郎と夫人から市に寄贈されたもので、その経緯から成瀬記念館の副名称を冠する。同じ長区内にある王子動物園や神戸文学館との連携を図っているのをはじめ、市内の地域拠点館では初めて児童、生徒向けに読書シートを導入した。2012年に、 市内各区の地域拠点館で開設された沖塩文庫では各館ごとに収集テーマが設定されているが、灘図書館のテーマは防災、安全とされている。ありがとうございます。